どうも、きょんです。今回ですね、こちらに届いてるんですけども、レターパックで届きました。まず、ぜひ開けてみますね、確認のため。これです。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、宇宙兄弟のアポワッペンです。こちら青島文化教材さんのブランドが、カタカナで青島の発売日2012年11月発売になった、宇宙兄弟のアポをモチーフにした宇宙飛行士のミッション風ワッペンですね。こんな感じですね。こういう風に宇宙兄弟の公式のパッケージです。裏はこんな感じになってますね。アイロンで押し付けてくっつけるタイプのやつです。こちらですね、今のところ扱ってるとこもうないんですよね。ほとんど売り切れちゃって、でお店で1件ほど見つけまして、今回先ほど見せましたけども2枚準備しました。準備したっていうか、1枚、まあ一応予備で買ったんですけども、だいたい500円ぐらいですね。で、まあなんでこれ買ったのかっていうと、まあ、宇宙兄弟のファンなのもそうなんですけども、ついでに、そのうち、宇宙飛行士とか着てる、ブルーのつなぎ、まあブルースーツとも、ジャンプスーツとも言われるんですけども、まあそれを買って、それを手に入れて、貼っつけてみたいなと思う好奇心で買いました。まあ2枚は、まあ、まあ1枚ほどになっちゃうのかな。こんな感じですね。結構カラフルで可愛らしくなってます。まあ普通にこういうのは単純に可愛いと思った方とか、まあ宇宙兄弟のファンでまだ手に入れてない方は、まあアニメもそろそろ終わってしまいますし、記念に買ってもいいと思いますね。グッズとしてはまあ面白みという価値あると思います。こんな感じです。ではまた。